エミール・カールセンはデンマーク生まれでアメリカ合衆国で活動した画家である生物画や風景画を描いたコッペンハーゲンの商人の家に生まれた母親は熱心なアマチュア画家で花の絵のの画家イエンセンから指導を受けていたエミールはデンマーク王立美術院でスキルマンに建築を学び卒業した後に1872年にアメリカに移住した アメリカでは建築家、デザイナー、版画家として働き始めたが、後に画商が、講演者となって、油絵を描くことになった。シカゴに住んで、アトリエを持った。1873年から、デンマーク生まれの海洋画家、ラウリッツ・ホルストと共に働いて、ホルストがヨーロッパに戻った後、ホルストのスタジオを引き継いだ。シカゴの美術学校の美術の教師も務めた。 1875年にパリに半年ほど、滞在しへの修行をし18世紀の画家、ジャンシメオン・シャルダンの作品に影響を受けた。様々な骨董品を集め、それらを配置した生物画というスタイルの作品を多く描くことになった。アメリカに戻るとニューヨークでしばらく働いた後、1884年から1886年の間、再びパリに滞在し、 1885年にはサロンとパリに2点の作品を出展した。1887年から1889年の間はサンフランシスコの美術学校の校長として働いた。サンフランシスコの美術学校でカールセンが教えた学生にはガイローズやメアリー・イブリン・マコーミックらがいる。サンフランシスコアート・スチューデンツリーグで教えた後、1891年には ニューヨークに戻り、ナショナルアカデミー・オブ・デザインや、アート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークで教えた。1910年代は、フィラデルフィアに移り、ペンシルベニア美術アカデミーで教えた。1912年以降、何度かニューヨークで個展を開き、ナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会で、ショープライズを受賞した。ジュリアン・ウォルデン・ウィアーや、ジョン・ヘンリー・とワックトマン。 フレデリック・チャイルド・ハッサムといったアメリカにおける印象派の画家たちと親しかった。ニューヨークで没した。ありがとうございます。